良い子のみんな、こんにちは。太陽系一面白い妻を持つ男、夏目さんちのゲンです。突然ですが皆さん、 YouTuber って冒頭の挨拶で変なこと言う人って多いですよね。その中でもうちの妻のせいって YouTuber の中で一番。よっせい。どうも皆さんこんにちは。カスタネットの絶妙な隙間でヨガの鷹のポーズを決めるさやです。ということで今回はさやジオグラフィックの書き方を教えたいと思います。ステップ1、好きな動物を描きます。さらに好きな動物を合体させたら可愛いですよね。ステップ2、今晩食べたいものを思い浮かべましょう。お空にカレーライスが浮いていたら素敵ですよね。ステップ3、生きとし生けるものは皆美しいですよね。ね、簡単でしょ。危うく乗っ取られるところでしたが、もうお分かりでしょう。どうあがいても YouTube で一番面白い妻の即興挨拶総集編。ふぅどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。未曾有のテンプルコレクター、さやです。寺寺、お前寺集めてんのか。あ、集めてます。なんで急に片言になっちゃうの。ジャパン、いいところ、河原とかいい。お前もう適当だろ。そんな好きじゃねえだろジャパン。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、古文英文8文文。出た出た、インフムシリーズ。いや今回もいい映像増えましたね。すごいなんかリリックがフローしてるね。リリックがフローするし、君にはシャリンガンがついてる。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ダブルチーズバーガーバージョン 2.04 として生まれ変わったさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。ついにダンコムシ。譲れよ。もっと柔軟になれよ。うるせえ、ダンコムシじゃねえよ。譲らない、決して。信念強えな。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。イソフラボンにイニシアチブを取ることでインタラクティブな関係の構築に成功したさやです。早口言葉かな。素晴らしい。なんだ、意識高い社会人みたいなこと言わないでよ。ありがとう、ね、実際どういう意味なの。エソフラボンにマウントを取ることで お互い分かり合えるよねみたいな。分かってねえじゃねえかな。もうどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ついイワシの群れと並走してしまうのが癖になっているさやです。めちゃくちゃ泳ぐの早いじゃないですか。私もいつかあれになりたいんだ。何。スイミング。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、俺ははんぺんだが知るか。だからなんだ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ログインパスワードはみそしるで一択のさやです。いやまあ、ということで今回皆さんですね、はい、あのこちらとある会社さんに侵入してるんですけども。いやそう、社屋、はい、社屋、社屋ですよ。 UBI ソフトさん。うーん、こんなとこ入っちゃっていいの、さやさん。多分大丈夫だと思う、はい、ちゃんとハッキングして入ったから。ハッキングして入ったんですか、うん、入った。ちゃんとピピピッカシャッつって、あ、そうそうそう、回路カシャ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 ッつって、あ、そう、全部繋げて入ってきたんですね。そう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 。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。暴走のワイアットアープと呼ばれたワイアップアープと同じ誕生日のさやです。
なんでガンマンになってんだよいきなり。知ってんの？嘘。西武のガンマンの名前でしょ。嘘、伝説のガンマンの名前。知ってんのか。そこに驚くね。台無し。ということでこちらです。はい。はい、台無しですよ。さやさんの挨拶の狙いが台無しになったところなんで、どこへ行くんだよ誰だよお前。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ボタニカルエキスを抽出されたエビです。サヤじゃねえのかよ。あれでもなんか水だった頃もあったよね。今ちょっとそこから進化して、多分プランクトンから進化してきて、はいはいはい、エビの形まで保ってこうやってた、うん、もうちょっとかかりそうだな、人間戻るまで。うん、あと2000年くらい待ってるからねということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、クリスマスゲージレベル9。はぁ、ね、ピッカーしてる、ね、まつげ長い私より、うん、私のまつげ冬の芝生みたいなの何かしてくれるどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。スクラッチ練り切りでコンボを決めてくるさやです。聞き取れなかったスクラッチなんてスクラッチ練り切り、スクラッチ練り切り、そう、和菓子です。あ、君のツッコミの的確なものとしては、うん、いやスクラッチしてんのか練ってるのかどっちなんだいってやつを待ったんですけどね、聞き取りもしなかったということで、夏目さんちは本日をもって解散しようと思いますどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。家賃5万 1LDK のチューリップに今日構えたさやです。春ですからね、やっぱり。なんで春だったらチューリップに住まなきゃいけないんだよ、うん、やっぱ春はボノボノって言います。言わねえだろはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、マスカットオブサンシャインみたいな、なかった？ない、知らんよなんだっけ、なんかこの名前のさ、なんマスカットサンシャインってね、マスカットシャインで、マスカット…シャインマスカットシャイン、シャインマスカットだろ。デレレレレ、もういいよどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。実は本業はつくしの一本釣りのさやです。YouTuber やめます。何するんですか。つくしの一本釣り業ですもう二度と帰ってくんの。ということで今回こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ベランダ屋さんに問い合わせて。何をだよ。今日のご飯はザルそばですか。いいえ、ザルそばメカニカルでございます。ベランダ屋さんかわいそうだろ絶対うち違うわと思われてる。ベランダ屋さんってなんなん。知らねえよどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。流しそうめんの時にバターも流しちゃうくらい体育会系のさやです。偏見がひどい。体育会系の風評被害です。恨むなアクティブな人種を引きこもりだからってということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、目にも止まらぬどんぶらこはい、はい、ということで今回ですね、こちらでございます。ブラウニング、ブラウニングR の発音に、しかも別に発音が正しいか知らん。いや、そう、分からない、分からない。どうも皆さんこんにちは、夏目さんちのさやと、タロコパスタごっこのキャスティング役のさやです。というわけで、さやだけなんですよ。今日やっていく企画はこちら。でどん、せーの、これアジフライ。まあそんなことは置いといて。いや、今日違うんですよ。ほら見て、ここに MacBook って書いてあるでしょ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ナショナルナポリタンリズムに感化されしさやです。わけわからなすぎても情報が整理しきれなかったです。知ってた？ナポリタンは日本発祥のお料理なんだよ。今日のさやめま、新年一発目いただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、
奇跡三人同時召喚。なんなんだよ、ソシャゲのガチャタイトルみたいな。いや、これ一富士二鷹三ナスビっていうことでね。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。全長202万メーターのさやです。2万メーター、だいたいこれが200個連なるとすると、そんな細かいとこまで考えてないよ。すいませんね、ちょっと考察班怖いわ。考察班怖い。こんなぐらいでなんで考察班って言われるの。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、本は作れないタイプのホッチキス。あの、開かないやつね。うん、開かないとね、普通にパチンってなるやつ。そうそう、ってなるやつ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。アルミ缶の上にあるミカンとオセロ勝負で負けたさやです。オセロ勝負で負けたの。白黒をつける戦いにオレンジに負けた。もうよくわかんないよ、もう色ぐちゃぐちゃだよ。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、パチン。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。フリーダイヤル1141リリシー芋でお電話をお待ちしているさやです。お待ちするなよ、どこで。何のサービス専用ダイヤルなんですかそれ。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、読み込み中ですけど。怒るなよ。お前が。あ、ナウローディングなんだ。ナウローディング。なんでびっくりしてんの。びっくりです。分かってないじゃん。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのおけんです。トンボの集団下校の印刷をするおじさんの背後を取るさやです。複雑だな。話のレイヤー構造がすごい複雑だったわ今。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、どうからみまで全部甘口。なんですよ、今回の中で味変が始まってるんですか。どうみやさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。チヂミかシジミか真偽は定かではないさやです。どっちなのかわからない。深い謎ですよね、これは。全然違うもんだけど。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、全方向バッタ。どういうこと。あ、これ全方向に腕がギュンギュン回ってる。気持ち悪い。ということで今回、神。いや、神ゴッドじゃないの。夏目さんちはついに神が作り保ったこの地球に挑戦していこうと思います。飛ばしすぎだろ段階。ありがとう。涙の最終回でしたね。ゲンさんどうでした。なんで後書きみたいになったの。アフタートークすんで終わってるの。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。シューマイのタワーディフェンスの特許申請中のさやです。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、半生まれひよこロボ。なんだ。かわいくない。かわいいけど足キモいわ。足いっぱいあった方が早いかな。その発想は頭悪いよ絶対。ね、ちょっとよく寝たの今日。はい、ということで今回ですね、はい、こちらでございます。呼吸、あなんであーって言っちゃったの。でもここかけなかったんでしょうね。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのおけんです。ビブラートが効きすぎた創始用類の名を欲しいままにしたさやです。創始用類なんです。もう不安定だよ。超音波だそれも。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲです。要素液をかけると真紫になるさやです。澱粉質なんだ。主成分澱粉です。懐かしいな、要素液。そう、紫になるやつ。そう、じゃがいもの横に私もそっといた あの思い出ね。あるよね、みんなに。ないよ。当然ないよ。という
ということで今回ですね、こちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、グラタンにして。ドイツが言ってんだよこれ。ドイツでもいいよ、カニでもいいし、カニ美味しそうだわ、栗でもいいし。栗はちょっとどうなんだろう。これはドンブラククラウドファンディングだし。なんなんどうみなさんこんばんは、夏目さんちのおけんです。隙間歴5年、デッドスペース系女子のさやです。やっぱ生きてると場所取るってバンプオブチキンも言ってる。言ってねえだろ別に。そんなことはバンプオブチキン本気でバンプをネタにしたら俺がビンタすると思う。怖いバンプ死んじゃう。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲです。ビタミンオメガ X イコール2を探し求めて旅に出たさやです。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、入り口はゴジラ。ここかな。見えてないだろみんなに。入り口はどこだよ入り口って。何これ。これシマウマ、これブチウマ、これインビジブルウマ。なんだインビジブルウマ。これミラーウマ、これゲーミングウマ。ゲーミングウマギラギラ光ってんの。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。なにわのお湯コレクターさやです。お湯コレクターの関東在住です、はい、関東在住だけど何はなんだ、はい、ややこしいな。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。何て書いてあるでしょうか、はい、せーの、5月間近ではないではない。まだ2月中旬撮影時はね。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。他人のつま先にパン粉をまぶす妖精さやです。今回妖精さんなんですけどいかがですか。クソ迷惑その妖精さん。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、しんどみコッペパン。どうしちゃったの。いや、栗なのに葉っぱが生えて、はいはい、キノコまで生えちゃったっていう、はい、しんどいんだ。そう、でもコッペパンじゃないじゃんこいつ。やっぱカニっしょ。会話してくれる。お前だよ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。リコーダーのその穴に主に生息しているさやです。リコーダーのその穴ってどこで。こう、こうですね、そうは。あの、何これ。ややこしいな、この時間。ということで、今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ユミコー。誰だよ、だから。これ、うん、お財布の時に使う糸通すやつ。これの名前知ってる。ユミコ。それはお前の元カノの名前だろ。いねえよユミコ元カノに。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。生物学的にナメコとナマコの間に分類されるさやです。どこなんだよ。生物得意点はどこだったんですか。なんだ真ん中って。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、トングはいらんかね。トングーリの誰お前。誰もいない。誰もいない。これはもうトングーリのカートなんだ。そう、怖いでしょ。そんなことよりも肩レンズだけで孤独を感じてメガネが怖いよ。気づいた気づいた。肩レンズで孤独。気づいてくれて嬉しい。ありがとうね。ありがとう。いい企画だった。ありがとう、いい企画だった。いい企画だった。この日のために生きてた。うん、帰れ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。1600年代に特保認定されたさやです。今回やった企画はこちらです。なんて書いてあるでしょうか。せーの、あ、健やかなパフェになりたい。お前は誰なのじゃん。これヤドカリ。え、ヤドカリが健やかなパフェになりたい。これヤドカリ、これナタデココ、これサクランボ。健やかなパフェ要素とは？俺が聞きてんねん、だから。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。もの6の段が言えないさやです。ちょっと何
手なんだよね。モノゴノダンってなんだっけ。モノゴノダンは、うん、まあ、ちょっと言えるんだけど6までくると厳しいから。待って、モってなんだ。難しい、ね、全然わかんなくなっちゃった今、うん、モが。わかるわかる。ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、愛の架け橋2年後バージョン。1年前は何だったのか。気になりますね。気になりますよ。この物語がね。このウーパールーパーの方が気になりますけどね。架け橋に乗ってらっしゃる。ガミヤさんこんばんは。夏目さんちのおけんです。あの時助けていただいたシュガーラスクです。間違えました。さやです。間違えないだろそこ絶対。ごめん、ちょっとお砂糖系女子になりたかったみたいな。漏れちゃった。甘すぎるよいろいろと思惑がね。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。竹馬ドリフト選考会の選考落ちのさやです。ということで今回ですね、はい、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、サム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 アリナン。どいつもこいつも同じようなタイプの動物連れてきやがって。オコジョとイタチとフェレットです。めっちゃムキムキフェレット。フェレットだけめっちゃムキムキ。いや、まつげ長いんで。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。作風はシュークリームのもやし炒めを考案したさやです。あ、クッキングの時間じゃなかったのか。間違えた。クッキングしてねえだろそれも。おっと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 、間違えた。クッキングすらしてねえだろ。はい、ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、小学エミネンセ。誰だよ。ご入学されました。ご入学された。ご入学されました。ご入学してエビネンセなの。エビネンセになりました。じゃあ自然薯は何ですか。自然薯。自然薯じゃねえよ、自然薯で。小学自然薯。いや違うわ、ややこしいな。この世界観だったらありえるわ。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのおけんです。動く天秤の横を負けじと動くさやです。ということで、はい、今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、カレークジライス1丁。これクジライス。カレークジライス結構いい商品かもしれない。クジラの半分カレーがかかってるの、はいはい、あ、かわいい。これかわいい。これかわいいわ。商品化しよう。商品化しよう。これゆで卵たち。やる気出してほしい。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。歩道橋を支えるキクラゲの応援が日課に入っているさやです。歩道橋を支えるキクラゲがいるけど、やっぱそれを応援するんだ。が日課なんだけど。が日課な、うん、ルーモーニングルーティーンとか。あ、そうだって9時ぐらいになったらいなくなるじゃん。歩道橋はどうなっちゃうの。ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、とっつきづらいカッチリバニー。早い。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのっけんです。クリアクリーンのマシュマロ味の研究に余念のないさやです。マシュマロ味のクリアクリーンを発売してみせます。すごい食べたくなっちゃうじゃん。それクラウドファンディング始めます。どうぞ皆さんよろしくお願いします。やりそうだな。でも待って、やりそうだなちょっとそれ。ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、マトリョーシカアダプター45号。45個で1セットです。4500円。こちら夏目ダイヤルです。もういいよ、出すな架空の番号。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのゲンです。ストロベリーキャッスル初代大名さやです。初代、ね、はい。ストロベリーキャッスルは代々脈々と受け継がれている。受け継がれているけど、参勤交代のために、うん、たまに江戸に出なければならない。江戸だったんだ。江戸幕府時代の話だったんだ。江戸幕府の管轄。隠された歴史すぎるだろ。はい、ということで今回ですね、はい、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、野生の美脚。美脚だな、確かに。ほら、スナップしてるやついる。変態じゃん、こいつ。ただのゲスナじゃなくて美脚な。ろくなスナップじゃねえ。どうも皆さんこんばんは。夏目さんちのおけんです。直近3日間の闇を払うタイマシさやです。
なんかすごいんだかすごくないかわかんない。直近3日間しか限定なんだ、うん、ということで今回ですねこちらでございます。やめて痛いじゃん。なんて書いてあるでしょうか。メガネです。今回ちょっとよりしろを借りてこれなかったので。よりしろ、肉体の方はいつもおまけだったんですね。やめて痛いやめて。ファニーボーン、はい、ここファニーボーンなどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。1個の下駄から 3g しか取れないさやです。はい、ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ソーシャルシネマティックディスタンス。なんでシネマティック入っちゃったの。劇的に、ね、あ、劇的にやっぱり距離を取らなきゃいけない。そう、劇的にちゃんと3メートル取った方がいいかな。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。発射するときはコツメカワウソと同じにしてくださいと願ったさやです。爪カウアウソめちゃめちゃ可愛くないですか。可愛、はい、いですけど。可愛 いですよね、うん、というわけでオチはということで、はい、今回ですねこちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、ネギ味噌ラーメンクジラ抜きで。そんなポピュラーな具でしたっけ、ネギ味噌ラーメンの。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。古代ローマ語で本邦初公開の犬という意味のさやです。嘘です。何なんだよ、古代ローマ語を扱うんじゃないよいきなり。いや昔勉強したのが役に立ってませんな。ここにちゃんと書いておいてくださいね、さやさん。何ですか。古代ローマ語でそういう意味。飛ばすなよどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。かきくけこの隣の行になりたかったはずのさやです。なりたかったの。かきくけこさやになりたかった。あ、そうそうそう。残り何だったんです。3文字がない。さやなんなん。さやですねはい、ということで今回ですねこちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、あたしカニシューマイバイ。いいんだよ、アンコールしなくていいんだよ。あらさ、伝わんないでしょ今の子に。うそ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。骨の髄までポリフェノールたっぷりコンソメパンチ有識者さやです。ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、迫りくるナスナスプラス Y 事情なんなんだ今のは。もうこれをもちまして夏目さんちょっとさやさんを引退させていただこうと思います。何になるんですか次は。さやさん2年目になりました。やめろよ、全然違う側で出てくんなよ。帰れ帰れ帰れ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。煮っころがしサブリミナルの習字がうまいさやです。はい、ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ソチョウヨウリンアナゴ、うん、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。平成生まれのうかんむりさやです。ゲンさんは草冠の右の点、はい、なんでで、誰かに支えられて生きているということを噛み締めているよ。嘘はい、ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、おペンペン。誰おペンペン。おペンペン。ちなみにこれキャノン魚っていうの。やめてよ液だれしてる。ダメじゃん、何も撮れないじゃん。カメラとしての機能失っちゃってるじゃんしかもそっから出るんだっていうどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。眠れない人が数える羊の前をスッと横断するさやです。
安眠妨害してるだけじゃないですか。一緒に数えてほしい。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、かさぶた剥がせよ、バンクホブロッコリーもたっぷり、今日もよろしくもーぐたん。どこに書いてあるんですか。見えねえよ。ああそういう、最近みんなコメント欄で一年さんが最近どこ読むか分かってきたって言ってくれてる。まさか今日も読むと思わないじゃん。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。じゃがバタクラッシャーゴッドハンドエンジェルさやです。なに怖い、この金痛いハニーボーンクラッシャーただのわっきゃしない。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、そして夏へ。うるさいな、なんなんだよ。なんでこんな遠くにあるんですか。今日のやっていくことこちらです。 3D ペンアート、はい、どうみやさんこんばんは、夏目さんちのけんです。酢飯の凹凸に米をつける担当のさやです。酢飯に凹凸なんてあるんですか。酢飯だって米の塊だから凹凸くらいあるじゃないですか。でもそこにあえて米をつけてることによってさらに凹凸を生んでいくという、これが変換のり。なんでなんで最後哲学言ったんですか。直角で哲学に凹凸にするの。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。ほかほか茶碗蒸しの間を差になって取り抜けよう、ゲームコーナー。ふーじゃねえんだよ。始めんなゲームコーナー急に。これほかほかの茶碗蒸しの間を差に乗ってこう通り抜けるんだけど、ほかほか茶碗蒸しから湯気が出てくるから、それも読んでね、こう呼ぶけなきゃいけない。すげえ昔のブラウザゲームみたいな。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。サルカニ合戦のクリッシーの役だったさやです。ということで今回ですね、こちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、ナショナルクッキング45号。誰がナショナルですが。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カブトガニのクローク係の職歴を持つさやです。カブトガニクロークなんてあるんだ。やっぱね、カブトはいつもずっとかぶってるの大変だから、あいつら脱ぐんだ。やっぱ脱いじゃうんだ。まあ、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、出会いの季節が食べ頃。なんですか。人間が集まるときそれが我らの捕食の頃よ。怖すぎんだろこのヤドカリたち。可愛い顔して。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。うたた寝をしているタクワイにそっと毛布をかけるシチューに憧れるさやです。特殊性癖すぎんだ。このこだわり譲れない。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、移動式キャベツ560円、税込み。安い気がするな、移動してくれるんだな。タヌキとタコが移動してる。乾いた笑い出ちゃった。ということで今回は、はい、交換。妻交換するんすか。交換しねえたらやべえだろそれ。終わりだよ夏目さんって。どうみなさんこんばんは、夏目さんちのゲンです。リスニングするリス通りすがりって今考えたさやです。株式会社クソギャグの社員じゃないかな。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、右角、右角。何があったんだよ右角に。疲れちゃったな、もうちょっと今日はもうここまでね。おやめろ、ふざけんなよ。今日大事なんですから、今日の動画。どうみやさんこんばんは、夏目さんちのけんです。おはぎのエコノミークラスは譲れないさやです。
で今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、靴下片方ない。知らんよ前の靴下なんか大体片っぽないんだけど。前のかよ。しかもどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。お稲荷さんの魔改造に凝り出したさやです。凝っちゃったんだ。ちょっとね。手を出してはいけないと思ってたのに。やばいよ。お稲荷さんの魔改造は沼。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。各地のオムライスにケチャップで沼の一文字を書く仕事をしているさやです。ニッチな需要なんで。ニッチすぎるなんで沼ってわざわざケチャップって書く。どうも皆さんこんにちは、夏目さんちのおけんです。あなたの家の迷彩柄に忍び込んださやです。怖すぎんでしょ。知らない間に家に忍び込んでんだ、迷彩柄で。そう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 。探してみてね。何してんすか。いや260匹入ってる。めちゃくちゃいるじゃんいや、ということで、はい、見てください皆さん、見てください。やばくない？これ何だと思いますか？何だと思います、さやさん。今日の晩御飯です。だわけねえだろ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。 1g25円で天守閣の切り売りをしているさやです。すげえ商売してんなお前。うん、ちょっとずつね、ちょっとずついつしかなくなるんだ天守閣そうなんですよね、やっぱクソ迷惑じゃねえか。先をちょっとちゃんと見ないと、ビジネスって。先を見るとかじゃないはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、一個いる大天使。これあれなんだ、いい、あのこの後サクとサキエルになるんだ。お、あ、そんな発想が。君は天才だ。持ち上げるなよ。ぜひ我が社で働いてみたい。クソギャグ。株式会社クソギャグ。前株クソギャグ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。田中の潜在意識の中の鈴木を引き出すさやです。誰だよ、登場人物全員ということで今回やっていく企画はこちらでございます、はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、ナマコママ。ナマコママはどこにいるの。ナマコママはミシンの中に取り込まれてドッバーンしたということだよ。1ミリもわかんねえどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。海のミルクと呼ばれることのなかったさやです。その座を、その座を柿に取られたからさやは何でもなくなっちゃった。何でもな、呼ばれることはなかったどうでもいい戦争に敗れてんのはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、タンバリンの煮込み、身を添えて。身はどこ。あ、身はもう溶けてる、うん、タンバリンと一緒に。出汁が、身の出汁が効いてるどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。チンジャオロース2代目ドン、さやです。響きが良すぎたな、ね、ドンドンって今しまった、ね、内容入ってこなかった、ね、はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、次世代石ごマッスルということで今回こちらです。鏡だよ。どういう読み方してるごめん、今日ってあのちょっと、うん、あの音読みの癖がついちゃって。なんでだよ、別に頭良さそうでもないよ全然。ミス音読みと言われたね。言われねえよ経歴がコロコロコミックに出てきそうな名前やめろ。めっちゃ出てきそうどうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけんです。こんがりきつね色に焼かれたさやです。
はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、うさちゃんマークのどっこいしょです。誰なんだよそもそもどっこいしょって何なの。はい、ということで終わりましたが、いやもう今回ちょっと長かったな今回。なんかうっかりちょっと己を見失いそうになってしまった。己を見失うどこか、まあ、何なんだよって。私は痛いっていう気持ちね、うん、こうやっぱりこうアイデンティティを見つめ直すにはとても重要な動画になりました。そうだね、自己分析の動画だったんだこれはキリンドリのお祝いに駆けつけるみんなの図なんだ。これはキリンドリのお祝いに駆けつけた。そうそう、もう思わずカレーもすごい速さで走り去っていくんだけど、このこれは筋肉ナスはもうお祝いを届けたから夜勤に向かう姿。これはで、これはお祝いのカニクリームコロッケの爪の部分だけがなる木を一生懸命シャカシャカしながら届ける何の役にも立たないも届けてんじゃんこいつ。でもなんか混入しちゃったゲンさんと、ゲンさんなんだやっぱり、うん、これ 4LD のタコま、全部ひっくるめてことぶきってことよ。めでたしめでたし